B.B. ウォーフィールド1887から1921年まで、プリンストン神学校教授ベンジャミン・ブレッキンレッジ。ウォーフィールドは、プリンストン神学校の校長。神学者、聖書学者、牧師。保守的な長老派教会のある者は、プリンストン神学校が、ウェストミンスター神学校、政党長老教会に分裂する1929年、以前の、 最後の偉大なプリンストン神学者だったと考えている。1879年4月26日に暗種礼を受ける。1881年に英ホッチと協調で聖書の霊感に関する論文を書いた。それは学問的で強力に聖書の無誤性を弁護するものであった。彼は多くの著書で聖書の無誤性の距離が19世紀由来のものではなく、 正当的なキリスト教会の教えであることを示した。彼は自由主義神学を論爆することに情熱を傾けた。松尾武氏は、ウォーフィールドが聖書に対する最も徹底した信仰を持っていたと評価しており、その信仰はウォーフィールドの三段階描写として表されるものである。それは、三位一体的な有信論の主張、罪人に対する、 恩恵的救済という福音主義の最も純粋な形の保持、救いは神の選びの意思に基づいて行われるという差別主義の堅持である。聖書の霊感と権威、松尾武氏による解説 P14。ありがとうございます。